はい、ありがとうございます。すいません、最初に拍手いただくのは初めてなんですが、そうですね、メーカー革命とアンドロイドテクノロジーということで、お話しさせていただきたいと思います。いつでしたっけ、2月の18日頃でしたっけ、アンドロイドの会員の本会の、定例会、1ヶ月に1回、こんな形の講演会なんですけど、その時にも、ちょっとお話はさせていただいたんですが、このメーカー革命とアンドロイドっていうのを絡めたのは、ちょっと今回が、こういう話題では今回が初めてです。じゃあ、これ自己紹介ですか。愛媛県の松山市に住んでます。で、その今岡工学事務所っていうその個人事業主で仕事をしてるんですが、主に組み込み系のハードおよび、ソフトの開発の請負をやってきたんですが、最近はその FPGA っていうですね、中の回路を自由に外から書き換えられるようなデバイスが最近、出てきたんですが、それを使って、お客さん専用の SOC って言いますけど、システムオンチップっていうのを作ったりしています。それだけじゃなくて、その周りのソフトウェアとか、ドライバー周りとか、そのあたりも付随的にはやってるんですけども、そういったのが本業です。で、その本業の傍らで、技術評論者のソフトウェアデザインっていう月刊誌があるんですけど、実はアンドロイドの会の方でなんか連載を持ってまして、そこで年に何回か、記事を書かせてもらったり、アンドロイド技術者からの招待状とかっていう連載があるんですが、そこで何回か書かせてもらったりですとかですね、あと電波新聞社 の電子工作マガジンっていう、これは年に4回の期間号なんですけど、そこで、ちょっとあんまりソフトには関係ないんですけど、いろんな電子工作の制作記事みたいなものを書いてます。今までどんなのを書いたかっていうと、その外画カウンターの作り方ですとか、今、原稿を出してるんですが、コウモリの声を聞くバッドディテクターとかですね、なんかそういうようなものをいろいろ記事にして、寄稿しています。ですね。で、日本アンドロイド会との関わりなんですけど、2009年に、秋に11月の際、30日ぐらいに代々木で、このちょうどこのアンドロイド&バザールカンファレンスというのが行われたんですけど、2009年。その時に音声認識ロボットドローンというところで初めて出展させてもらって、それからですかね、あとオープンソースカンファレンスとか、そういったところでいろいろこういった形でお話をさせていただいたりとか、ブースでそういった作品を出展させてもらったり。であとちょうど2011年に震災があったり、震災の影響で原発事故があったりしたので、その絡みでですね、放射線を観測する、ボットですね、ツイッターに要は観測した放射線量をつぶやく今岡ねるとかをですね、作ったりしてます。今日のお話にもしも興味持たれた方は、ツイッターのアカウントが#imaoca で、Gmail の方のアカウントが、メールの方のアカウントが imaoca@gmail.com。 あと、Facebook とかもやってますので、フォローなりリクエストなり送っていただければ非常にありがたいなと思います。で、メーカーの話なんですけど、これいわゆる今経済の新しい潮流として注目を集めている、メーカーブームというのが
あるんですが、いろんなマスコミで取り上げられてるんですね。例えばこれが東洋経済誌、今年の1月ぐらいかなに出た、多分、それの表紙だと思うんですけど、たまたま私の知り合いが 3D プリンターを、国産の 3D プリンターを作ってまして、それが表紙に出たんで、買いました。普通はあまりこういう雑誌買わないんですけど、要はどういう人が見るかっていうと、要は株とかですね、そういった株を売買したり、あるいはそれ以外の金融資産とかたくさん持っている人が、ある意味経済誌ですよね。そういうところでも我々がやっているような活動、ものづくりなどのことをやっている人たちの、なんていうんですかね、がこれからその経済に対していろんなインパクトを与えるよというような話がここに出てます。メーカーズそのものについてはちょっとこういうお話しますけど、あとこれ去年の暮れの、日本経済新聞の電子版で、実際の紙面には今年になって、要は何が書いてあるかってちょっと見にくいんですけど、ものづくりはデジタルで進化するとかですね、要は作り手、今まで要はものづくりって言いますか、その製造業っていうのは大きな資本があったりとか、熟練した技能者がたくさんいるような会社でないと、できなかった作業なんですが、それがですね、いろんなデジタルで、扱える、工作機、非常に要はその個人レベルでも買えるような工作機がいろいろ出てきたので、ものづくりの要は、敷居が非常に低くなってですね、ものづくり自体、製造自体が非常に民主化してきたと、そのまで広がったという話ですね。で、このメーカー革命のそのメーカーっていう言葉をですね、広げた人っていいますか、その張本人がこのクリス・アンダーソンという人で、メーカーズ21世紀の産業革命が始まると題して、下の方が現象ですね。で、今年、去年の暮れあたりに和訳されたものが出ました。これはもう更新してない、いいや。で、訳したのが関美和さんっていう方で、僕は全然存じ上げないんですけども、非常にいい訳をしてですね、いわゆる今までの製造業っていうのはメーカーを引っ張ってたんですよね。それに対して彼が言ってるメーカーっていうのは、ここ引っ張るんですよ。で、イコールではないと。今までの製造業はここになんか伸ばしてたんですけど、彼が言ってるところのメーカーっていうのは新しいメーカー、イが入るメーカーですね。だから多分訳すときに 彼女が作ったある種の造語だと思ってます。で、こちらが要は今までの製造業で、こちらが個人で何かものづくりをする人たちというふうな意味です。メイクとか出たことありますかね。今年は12月にどこで開かれたんですか。メーカーじゃない、メーカーフェア。なんか僕は東京のこと詳しくないんですけど、人がいなくても走る電車みたいなのあるじゃないですか。モノレールみたいな。ゆりかもめ。ゆりかもめの沿線の、そういうところでやりました。で、僕らも出店したんですけど、アンドロイドの会じゃなくて、また別の、コミュニティで出店した。そういうところで使われている言葉です。メーカーですね。で、彼はこのクリス・アンダーソンというのはどういうことを言っているかというと、二部構成でこの本を書いてまして、一部は革命。で、革命っていうところの、部で一応5章に分かれてまして、どういうことを言っているかというと、要はその発明家と
企業価格ギャップが非常に埋まってきましたねと。で、生産手段の民主化。で、それはどういうことかっていうと、なぜそこが埋まってきたか、ギャップが埋まってきたかっていうと、昔はやっぱり発明家だけでは物は作れなかった。発明自体はその個人とかでもですね、まあ、発明できるんですけど、それで業を起こして、物を製造して、いわゆるビジネスに持っていくっていうのは、資本が行ったりとか、その、まあ、熟練工を集めたりとかですね、非常にその熟練した、あの、工員っていうか、熟練した人をそこまで持っていくために時間がかかったりとかですね、あるいはだから、結局一台で大きな会社ってなかなか難しかったですね。だけども、そういったものを、要はその個人用のデジタル工作機、いわゆる、例えば 3D プリンターであるとか、あるいはそのデスクトップ CNC であるとか、あるいはそのレーザーカッターとかですね、そういったものが非常にあの安い価格で、個人でも使えるような価格で出てきましたので、それらを使えば、発明家、個人の発明家であっても、そのアイデアをすぐ製造の方に持っていけるということで、要は発明家と起業家のギャップが埋まってきたというふうに彼は言っています。で、3条の、未来の歴史に関しては、要はその、まあ確かに、今まで情報革命ということが言われ続けてきたわけですよね。例えば、まあ、非常にパソコンみたいなものが個人で買えるようになって、自動計算みたいなもの、今まで本当に大きなコンピューターでしかできなかったものがですね、個人の所有できるようなものまでなったと。それがかつ、インターネットっていうですね、通信インフラを誰もが使えるようになったので、いろんなそのアイデアがお互い同士で流通したり、あるいはお互いでそのアイデアを高めていったりとかですね、そういったことが、いわゆるその、なんていうんですか、空間を超えたり、時間を超えたりしながらそういうことができる。通信インフラとコンピューターがつながることによってそういうことができたと。ただ、それだけでは本当の、あの産業革命、次の産業革命にぐらいのインパクトにはならなくて、それが、そういったあの個人用のデスクトップのですね、工作機器とつながってこそ、次世代の、産業革命が起きるんではないかというふうに彼は言っています。で、要はその、次、僕らはみんなデザイナーというところでですね、学校もうそういう時代になればですね、学校でいわゆる工作なんていうことを教えるんではなくて、デザインそのものを教えるようになるんじゃないかというふうに書いています。で、五章では何を言ってるかっていうと、もののロングテール、これちょっと聞き慣れない言葉なので、もののロングテールの前にちょっとさっきの次の章でも出てくるんですけど、デジタル革命じゃない、ものづくり革命を起こす、4種の人ですか、というふうに言われているものをですね。で、上の左側が、要はその子供でも使えるような、これ 3D プリンターの例ですけど、要はその 3D の3次元の造形物が、アイデアだけでできちゃうと、デザインだけでできちゃうよという例です。だからこの時代に育った子どもたちは、要は学校では工作そのものよりもデザインの方を教えるべきだというふうに言っています。で、右側が、これ本当かどうかわからないんですけども、 3D スキャナーの何ていうかイメージですかね、本当にこれが機能するのかどうかわからないんですけども、まあこういったようなもので、そういう 3D のスキャナーと、これがですね、3D プリンターなんですけども、液体を凝固させる紫外線を当てて、だんだん固まらせていって造形物を作るタイプの 3D プリンター。で、それに対して、こちらの 3D プリンターは、ノズルから1本の、プラスチック素材が溶けたものが、を重ねていって造形物を作るというタイプの 3D で、真ん中のが、レーザーカッターですね。どれも本当に机に乗るぐらいの大きさのものです。
で、ちなみにこの3つが、下の3つが国産のもので、さっきの東洋経済誌に記事が出た私の、まあ、ちょっと知人の会社の製品です。で、あとそのもののロングテールっていうのが出てきましたけど、ロングテールの市場は意外と大きい。ロングテールが入る、これ、要はですね、横軸が製品、あ、まあ、製品というか、まあ、商品で、縦軸がそれがどの程度売れたかというボリュームです。それで、まあ、世の中にいろんな商品があるとは思うんですけども、それを売れ筋順に並べていくと、まあ、まあこんな形になるでしょうということです。で、オーダーパン書くと、まあこういう形になって、大体この辺の売れ筋何パーセントかのところのゾーンのことをいっぱい、ロングテールに対してボリュームゾーンとかって言ったりとか、それに対してこちらの裾野の長いところをロングテールっていうふうに言います。で、なんでこういう話をしたかっていうと、例えばまあこの後にも出てくるんですけども、例えば、こう日本もそうだったんですけども、高度経済成長期だとボリュームゾーンが非常に大きいんですよね。で、ロングテールが非常に小さい、こんな形になるんですけども、その産業の高度化が進むと、要は成熟してくると、要はその先進国になればなるほど、ボリュームゾーンがの割合が小さくなって、ロングテールが大きくなってくると。これはどういうことかっていうと、例えば新興国なんかだと、もう大体欲しいものって限られてくるんですね。その代わり大量に売れる。だけども、それが先進国になればなるほど、欲しいものがだんだんなくなってきますから、その分このロングテールの部分が増えてくると。ですから日本の経済成長期だと、例えばもう欲しいものってカラーテレビと冷蔵庫とクーラーと車とか、まあそんなもんだったんですけど、今それらだけで満足する人っていなくて、例えば何だろう、例えば自分だけが欲しいものっていうのがだんだん増えてきて、ロングテールがどんどん大きくなる。それで、ロングテールについて、まあちょっとそこまでで、要はさっきも出てきましたけども、その4種の人気というのはそういったものだと。で、オープンハードウェアで、これらのいわゆるそのメーカーズを支えるもの、個人で物を作ったりなんかする人たちを支えているものはオープンソースである。オープンハードウェアじゃなくてオープンソースハードウェアです。ちょっと抜けてます。で、それはどういうことかっていうと、まあ後でちょっと事例も出てきますけども、いろんな自分の例えばソフトウェアであったり、あるいはハードウェアもそうなんですけども、そういったものを、むしろ公開することによって、受け取るものの方が多いということを気づいた人が最近非常に多いで、もしもそれを模倣されたとしても、その模倣した人もむしろ味方になるような、そういう戦略を取っている。例えば、RD のってご存知ですかね、電子工作なんかやってる、これはオープンハードウェア、オープンソースハードウェアであり、オープンソースソフトウェアでできた一つの電子工作の、マイコンボードなんですけども、まあ、全てオープンにしてますから、オープンソースにしてますから、それを真似たいろんなその、模倣者が出てくるんですけども、それらで結局その一緒に成長していったような戦略を取りました。で、第8章で、巨大産業を塗り替える
作り替える、ちょっとローカルモータースっていう会社をここでは例に出してるんですけども、であと九州の方では、要はそのオープンソース、オープンハード、オープンソースハード、オープンソースソフトウェアだけではなくて、オープンオーガナイゼーションと組み合わされることによって、メーカーズの要はプロジェクトが、要はコミュニティ、要はそのオープンオーガナイゼーションっていうのは、まあ、例えば Android の会とかもそうですし、他にいろんなそのオープンソース関係のコミュニティたくさんありますけども、そういった非常にその序列とか、あるいは命令系統とか、そういうところのない組織にはですね、非常にその魅力コミュニティ、そのコミュニティに魅力のあるプロジェクトには最高の人材が集まってくるというふうに彼は言っています。あと10章あたりはそのメーカーたちの資金調達、最近、クラウドファウンディングとかそういったものが非常に充実してきましたけども、お金の集め方も非常に昔と変わってきました。昔ならや本当に大きな事業をしようと思えば株式を公開するとか、まずそういった方法しかなかったんですけども、まあ、それにはその非常に大きなボリュームの、生産設備を持たなきゃならなかったりとか、まあ、その利益を上げて何年かしなきゃなかなか上場できなかったりするんですけども、そのクラウドファンディング その金融技術を使えばですね、いわゆるそのプロジェクト単位でお金を集められる、まあ、そういったような、しかもそれがですね、そのインターネットワイドで、資金を調達できる、そういう仕組みも出てきたので、メーカーに対しては非常に便利なんです。それもその資金調達のツールになり得ると。であと、まあ、いろいろありますが、次の話に移ります。あ、これそ、ローカルモーターズの例なんですけど、これはですね、なんか大きな会社で社員とかを何万人も抱えて車を作ってるんじゃなくて、オープンオーガナイゼーション、あるコミュニティで作ってるんですね。だからその車の設計者はそのこの会社に雇われてるんじゃなくて、ひょっとしたら他の、車のメーカーかもしれないですけど、それの何て言うんですかね、余暇を利用するなり、まあ、そういった自分の時間を作ってこの会社に対して設計の技術を提供していると、まあ、そういう人たちのネットワークが2万人あるそうです。でそれとそれ実際にこの車を利用する人たちのコミュニティの間で設計されたものを実際に製造して、イノベーション、自動車業界にイノベーションを起こしていくというふうな例を紹介しました。で、まあこの本で何が言いたかった、要はメーカーズってメーカーって 何でしょうということで、まあ、この本のクリス・アンダーソンっていうのが言いたかったこと、おそらくこの3つではないかと僕なりに、いや、まあこれからまあいろんな私なりの事例を紹介するんですが、それの前振りとしては、要はそのインターネットと個人用のデジタル工作機の融合でものづくりの敷居が劇的に低下します。で、あとオープンソースと、オープンソースっていうのはオープンハードウェアとオープンソフトウェアなんですけども、とあとコミュニティ、オープンオーガナイゼーションがこれらの可能性を増幅していくでしょう。で、ロングテールに着目したスタートアップが次々と出現して、一旦は空洞化した先進国の製造業が復活するでしょうというふうに彼は言っています。ですからなかなかこちら新興国の方は、いわゆるボリュームゾーンは非常に大きいんですけど、ロングテールは非常に小さい。それに対して先進国の方はボリュームゾーンはもうすでに成熟して成長しないんだけども、ロングテール部分がどんどん成長すると。で、我々メーカーズはここに着目しましょうと。で、先進国じゃなくて後進国の分はここはそんなに大きくないんだけど、先進国だからここで十分ビジネスが成功するチャンスはありますよねということですね。はい。で、まあちょっとクリス・アンダーソンの話はここで終わりにして、じゃあですね、まあ今日、まあ、いろんなその製造業とかものづくりとかの話をしましたけど、
まあ、この辺から大事な問題なんですが、まあ、皆さん私もそうなんですけど、あの何らかの形にで IT 業界に関わってられると思います。でその IT 業界に関わっている我々にとって、じゃあそのこのメーカーズムーブメントをそのどのようにビジネスチャンスとして捉えたらいいのかなということをちょっとあのお話ししたいと思います。で僕はこの 3つかなと思ってて、要は後進国にアウトソーシングされにくいビジネスモデル、アウトソーシングって言いますか、オフショアされにくいビジネスモデルがこれで作れるんじゃないかと。で2つ目はオープンハードウェア、ごめんなさい、オープンソースハードウェアですね。オープンソースハードウェアはオープンソースソフトウェアビジネスに比べ10年は遅れているでしょうと。すいませんね、ここなんか大事なところなんで間違ってるんですけど、オープンソースハードはオープンソースソフトウェアビジネスに比べて10年は遅れているでしょう。で最後、要はそのじゃあどんなものを作ればいいかっていうところなんですけど、そのヒントとしてサイバー空間との対話が可能なガジェットが非常にチャンスがあるんじゃないかというふうに考えています。じゃあこの3つについてそれぞれ、お話をしたいかと思います。で最初に新興国にアウトソーシング、まあオフショアされないビジネスモデル、これやっぱりその IT 業界ってここの部分ってかなり死活問題ですよね。今まで国内でやってたものがその新興国の方でオフショアされる、だんだんソフトウェアの業界でもその空洞化になっているということは、ものがことに関しては非常に有意識自体なんですが、まあ、そのデザインして開発してレビューするというサイクル循環のまあ機敏さが鍵ですよと。でロングテール市場が成熟しているのは先進国だけですよねと。でこの市場をターゲットにするのであれば、だから先進国の成長しつつあるこのロングテールをもしもそのビジネスのターゲットに据えるのであれば、その消費者が身近にいる先進国の方が事業展開が有利ですよね。なぜならば上のデザイン開発レビュー、お客さんがそこにいますから、そのサイクルを非常に早くすることができるということですね。でそのさっきのクリス・アンダーソンも言ってますように、メーカームーブメントの盛り上がりが今の商業ウェーブに近い形を取るんではないかと。要はそのウェーブの政策等に関わっている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、要は彼らはどこで競争力を得ているかっていうと、デザイン開発レビューのこの循環をいかに機敏にするかですよね。ですか、まあまあそこはアグリしてください。じゃで、そのためにはお客さんがいる、そこの先進国で要はそのこのサイクルを早く回すことによって、要はオフショアされにくいビジネスモデルを先進国で構築できると。でさ、メーカー、ムーブメントの盛り上がりで今の商業ウェブに近い形を取ると、人件費は比較的高くても機敏さに最も優れた先進国への製造業の振り子は戻ってくるでしょう。で、ですからここで何が言いたいかっていう と、皆さんはいわゆるその、特に、ウェブ等で、の仕事をされている方はそうだと思うんですけど、デザイン開発レビューの循環をいかに早くするかって非常に重要なところだと思うんですけども、その方法論をものづくりも適用できますよねということですよね。はい。そのやり方を、要は IT に関わっている方っていうのはもうすでに経験しているし、その方法論も知っているので、たとえそれがものづくりの方に舵を切ったとしても同じ方法論が使えるんじゃないでしょうかということです。で次なんですけども、
オープンソースハードウェア、オープンソースハードウェアのビジネスはオープンソースソフトウェアのビジネスに比べて10年遅れていると。ここがこれから商機を見出す一つのチャンスかと思うんですが、オープンソースソフトウェアの開発手法や、オープンソースソフトウェアの開発手法やコミュニティの活用などのビジネスモデルをいち早くオープンハードウェアビジネスに適用すれば覇者になれる可能性は大きいんじゃないか。ですからおそらく、このムーブメント、メーカーズムーブメントに乗じていろんなその産業がこの業界に参入してくるかもしれませんけども、僕はやっぱりそのメーカーズムーブメントの一つの重要な考え方っていうのはオープンソースソフトウェアだったりオープンソースハードウェアだったりするんですね。それをいち早くオープンソースソフトウェアを、IT 業界は先に経験してますので、これをそこで、何らかのビジネスモデルを作ってそれの成功体験がある人であれば、それがオープンソースハードウェアに関したとしてもそのビジネスモデルは同じように使えますよというふうに考えています。それで最後に、じゃあどんなものを作ったらいいのかなっていう話なんですけど、サイバー空間との対話が可能なガジェットが非常に有望ではないでしょうかと。これちょっとそれぞれの写真はイメージなんですけど、実際の猫耳とか、別にこれインターネットでやり取りして耳が動くとかっていうものではないんですが、これこういうものと要はスマホとの連携でインターネット絡みで何かさせると非常に面白いものができませんかと。で、あとこちらの左側はそのスマホでコントロールできるロケットランチャーのおもちゃだったりとかですね、要はそのサイバーの部分と実際に物が飛んだり動いたり耳が動いたり飛んだり、そういったところの何ていうか接点っていうかやり取りっていうんですかね、ある意味フィジカルコンピューティングとかっていうふうにも言われますけども、それを介在させるものっていうのは今のスマホ、特に、Android とかっていうのは非常にそこに、そういうことをするのに非常に適したデバイスではないかなというふうに思います。で、最後これ実は iPhone の例なんですけど、どっか楽天さんも展示してたと思うんですけど、キャッシュじゃなくてクレジットカードのリーダーだとを簡単につけたりとかですね、そういったようなガジェットですね、要はスマホにつく外部機器、そのあたりをなんとかものづくり、結局ものづくりってこんなものを作ったりあんなものを作ったりこんなロケットランチャーを作ったりするもの、ソフトウェアではできないものですよね、ものづくりですから、そこのあたりをいわゆるさっき、お話ししたような4種の神器、3D プリンターとかで、試作機が簡単にできるんであれば、いろんなビジネスチャンスが広がりますよねというふうなお話をしたいかなと思ってるんです。あと何分ですか？あと2分。はい。で、全然時間なかったんですけど、ケーススタディをいくつか用意しました。例えばこれドローン君なんですけど、ちょっと時間なくなったんで、こんなものとかあんなものとかですね、いろいろご紹介はしたかったんですけど、これクラウドロボティクスですね。私のドローン君なんですけど、インターネットでいろいろこんな事例が出てきます。で、あと、ドローン君の動画ですね。はい。ドローン君をどっかで作った例ですね。みんながたくさん作ってくれました。あとは、桜、ちょっと時間ないんで、あれなんですけど、知り系統もなりましたが、要は、ちょっとまとめさせていただくと、はい。メーカー革命とは何ぞやという話をさせていただきました。で、IT 業界、我々が要は身を置く IT 業界として、じゃあこのメーカーズ革命、メーカーズムーブメントをどういうふうなビジネスチャンスとして捉えていきましょうかということで、あといくつかのケーススタディを紹介したかったんですが、ちょっとそこは時間切れで申し訳ない。お話できなかったんですけど、また懇親会等も出てますので、そのあたりもしもご質問があれば、あと
この辺うろうろ、あの僕ここのトラックタンドなんで、また何かありましたら質問してください。でその中でアンドロイドの技術を活用すれば、まあアンドロイド自体非常にそれに適応したデバイスではないかなということをお話しできたらよかったかなと思います。はい、ということでご清聴ありがとうございました。質問の時間がありますので、ご質問ある方、なんかそこもうちょっと見たかったなとかでもいいのでないですか。あ、はい、じゃあ後ろの方から。今までですね、ありがとうございます。星野と申します。実はうちメーカーやってるもんですから、非常に興味があって聞かせていただいたんですけれども、ありがとうございました。で、一つお伺いしたいのは、業務として成立するために、マーケティングという概念がすごく重要だと思うんですけれども、ドームデールって話をしているときって、今までのマスモデルっていうのは、そのたくさん売れるところをたくさん作って、それでコストを下げて、それは一つのメーカーの、王道だったと思うんですね。今おっしゃってるドームデールってところは、数はそんなに売れないけれど、誰かやるやつがいるから、少し値段が高くてもいいから買ってくれる人目当てにやっていこうって、作り方としてはコストが上がる方向になっていくと思うんですけれども、そうすると、たくさん売れないかもしれないということは、もしかしたら収入がないかもしれないということにつながるわけで、そこの、なんていうんでしょうね、マーケティングの考え方というか、ビジネスモデルとして、どういう考え方をして切り替えていけばいいのかって、そのあたりの、お話をもう少しお聞かせいただければと思いまして、よろしくお願いします。そうですね、そこをやっぱりどっかでは博打はしなきゃなんないと思うんですよね。でそこのその転換っていいますか、その分岐点がどの辺なのかという見極めですよね。でまあ、いろんな人が言ってる話っていうのは、クラウドファンディングを活用するっていう話があって、例えばそのキャンプファイヤーだとか、あるいはそのキックスターターとか、なんかご覧になったことあります？あ、すいません、不勉強で。あ、そうですか。要はそのクラウド上で、あるいはインターネット上でお金を集めて、それでなんかものづくりをしましょうということを手助けするようなサイトがあるんですね。でそこでは、例えばこういうものを作りたいんだということで、それのデモテープ、デモビデオとか作ったりとかですね、そういったものを作って、それでそのサイトにアップする。で最低50万集まれば着手しますよというようなサイトなんですね。でその時にまずはやっぱりデモビデオが必要、モックが必要なんですよね。でまずモックを作ってみる。だからそのモックを作るのにも、今までの製造パターンだと、プラスチック一つ作るのにもシャス成形だとか、例えばその真空定着だとか、まあ、そういった要はそのある程度その高い、いわゆる設備がないとなかなかできなかったんですけども、それが 3D プリンターとかが、いや、あるいはレザーカッターとか 3D プリンターなんかでも、さっきのですと15万とか13万ぐらいで買えるものですから、それで一つモックを作ってみると、それで、そういったクラウドファンディングを通して返して勝負してみるということが、そのサイクルが比較的早くできるようになったっていうことですね。そこで今まで100万の資金しかなかったら1回しか勝負できなかったんですけども、さっきの 3D プリンターとかを使えば10回ぐらい勝負ができると、そこでチャンスを生み出していくっていうようなことが比較的楽に簡単になったっていうことじゃないかと思います。すいません、ありがとうございました。あ、すいません、お答えになってきます。はい、じゃあ次の質問に。あ、はい、あ、非常に興味深いお話ありがとうございます。聞いてるだけでワクワクしてきて、ありがとうございます。楽しいなと思いながら聞いてたんですけど、ビジネスチャンスであるとか、その業としてっていうところを考えたときに、問題とかになりそうなところを僕が想像するに、はいはいはい、例えば特許であるとか、はい、衣装であるとか、はい、そういったところの、こちら側のスタンスの方が権利を主張するということはおそらくなくて、うん、逆の立場で、急に何か言われるみたいなことっていうのはある程度想定されると思うんですけど、そういったところに関しての、ご存知の範囲で何か、例えば実例であるとか、こういった考え方があるとか、こうじゃなかろうかみたいなお話があれば、お聞かせいただけないかなと。例えばですね、
三種の神器のところで、弥生種の神器でしたっけ、というところで出してきた、例えばこれが12、3万ぐらいでできる、実際に販売してる、3D プリンターなんですけど、これ今国産で、作られてるんですが、これはその元々元ネタがあって、全てオープンソースソフトウェア、かつオープンソースハードウェアのものを、そういう技術を使って作られてるものなんです。ですから確かに元々そういうことを、そのある技術なり、あるソースコードなり、あるその設計図なりを、そのオープンですよというふうに初めから開示しているものであれば問題ないと思うんです。そうでないものはやっぱり今まで通り罰ですよね。そこはそうなんですが、ただ今それをオープンしているものが非常に増えてきたので、そこはビジネスチャンスとしてそこを捉えていけば、そういった問題、特許の問題とかそういった問題も回避できるのではないかな。はい、ありがとうございます。まだありますね。他に質問ないですか。はい、大変興味深いお話聞かせていただきありがとうございます。一つ質問があるんですけど、今のメーカー革命の流れっていうのは、10代のメーカーさん、例えばシャープとか富士通とかであると思うんですけど、これらの企業がそのプラスとして、還元するためには、まずその企業さんはどういうふうなアクションをすればいいとお考えですか。非常にいい質問だと思うんです。僕はやっぱりそこが我々として、我々というか、僕もアンドロイドの会のメンバーですし、そういうオープンソースのコミュニティのメンバーなので、いわゆる実際にそういう半導体メーカーさんとか、従来のいわゆるこちら側のメーカーさんに、に対するメッセージとしては、今までメーカーさんだと、例えば B2B の取引とか B2C の取引とかあったんですが、C2B の取引をしてほしいな。C っていうのはコミュニティとビジネスですから、我々と、だから僕らもオープンソースでいろいろ、例えばさっきのドローン君とかですね、そういった例えば今岡アンデとかですね、そういったものをどんどん日本アンドロイドの会を通じてオープンしてますので、こういうものが面白いなと思えば、何らかの形の接点を持っていただいて、そうですね、していただければ、我々としても今こういうものが非常に熱いんだとか、コンシューマーレベルでいろんなご意見とか言わせていただける機会とあれば非常にありがたいなと。よろしいでしょうか。ありがとうございます。他に質問ないでしょうか。それではもう一度今からの方に拍手をお願いします。ありがとうございます。